こんにちは、里愛です。今回はグルテンフリーの抹茶プチケーキを作ります。抹茶はカテキンを含むので抗菌・抗ウイルス作用、そしてダイエットやコレステロールを下げる作用もあります。そんな抹茶に加えて、同じくダイエットやコレステロールを下げる米粉、そして腸内環境の改善を良くするオートミール、老化予防にも良い豆腐も加えることで、美容健康ダイエットに良いヘルシーデザートを作ります。注意点やコツも話していますので、最後までじっくりご覧ください。では早速、材料と作り方の説明をしたいと思います。まず抹茶ですね。抹茶は小さじ4分の1杯を大さじ1杯の熱湯で溶かしておきます。あらかじめ溶かしておいたのがこちらになりますね。こんな感じで溶かしておきます。そして次に米粉ですね。米粉は微粉末がいいです。微粉末を大さじ4杯ボウルに量ります。そして次にオートミールですね。オートミールはインスタントタイプです。こちらを大さじ2杯使います。そして次に甜菜糖になります。甜菜糖は小さじ1杯半今回は使います。こちらは他の砂糖でも大丈夫です。そして次に、絹ごし豆腐ですね。絹ごし豆腐は、こちら小分けのタイプの 80g の半分、40g を今回は使います。大さじにすると約2杯分あります。次に太白ごま油を小さじ2杯加えます。こちらは癖がなくて、加熱に強い油でしたら他の油でも大丈夫です。で、そして次に最初にお湯に溶かしておいた抹茶をボウルに加えます。よくかき混ぜながら加えます。こんな感じですね。一旦ちょっとかき混ぜます。最後にアルミフリーのベーキングパウダーを小さじ4分の1杯加えます。すべてボウルに加えたらよく混ぜ合わせます。滑らかになるまで、こんな感じですね。このくらいの粘度になったら好きな型に入れます。今回はこちら小さな型3つ分に入れたいと思います。クッキングシートを敷いています。こんな感じで3つに分けて入れています。これをオーブン180度で10分間焼きます。焼いた後も余熱を使うので、そのままオーブンが冷めるまで放置します。では180度10分で焼いていきたいと思います。はい、こんな感じで美味しそうに焼き上がりました。1個半分に割って食べてみたいと思います。あ、柔らかいです。かなり柔らかい、ふわふわ。抹茶の香りがね、ふんわりしてとっても柔らかくて美味しいです。はい、ここで注意点を話したいと思います。こちら抹茶のプチケーキは手作りなので保存料など使っていません。ですから冷蔵庫保存で次の日までには食べきってください。もしそれ以上保存したい場合は冷凍庫保存で1ヶ月以内に食べきってください。そしてこちらの、プチケーキは抹茶を使っていますのでカフェインが入っています。妊娠中や授乳中の方は食べ過ぎないように十分に注意してください。今回作ったプチケーキの抹茶の量は 0.5g と少ないので安心できる量ではあります。しかし、1日のうちで他のお茶とかコーヒーとかを飲みますと全体の1日のカフェイン量が増えてしまいがちです。だから、十分に取りすぎには注意するようにしてください。そして豆腐やオートミールを使っていますので、食べ過ぎるとお腹が緩くなる可能性があります。食べ過ぎには十分に注意しましょう。とっても簡単にできて美味しいので、ぜひ作ってみてください。抹茶や米粉、豆腐などの詳しい効果についてはブログ記事の方に書いていますので、興味がある方は概要欄の方をご覧になってみてください。あなたの健康ライフを応援しています。感想やご意見などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。次もお会いできることを楽しみにしています。またねー。